尻尾の長い男に会うためタイへ。その尻尾を見せてください。わかったよ。すると男は立ち上がり、後ろを向き自分のズボンを下ろし出した。リサとコインは恋を失った。そこにはなんだ、なんとこれは長い長い尻尾が生えている。それにしてもこの長さ、我々の想像もはるかに超えていた。引っ張ってるんですね。痛くないですか、引っ張っても。全然痛くないんですね。痛くなさそうです。まさに神事、世界は広いもんだ。